このコーナーは、毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート、および障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。CP サッカー日本代表監督、安永宗太郎です。安永宗太郎。1976年、山口県生まれの40歳。サッカーの名門、 静岡、清水商業高校を経て、1995年、横浜マリノスに入団。清水エスファルスやスペインのクラブでもプレーし、2005年に引退。指導者を目指して活動していたが、今年4月、シーフィーサッカー、脳性麻痺七人制サッカーの日本代表監督に就任した。安永は、スペインサッカーに強い憧れを持っている。その原点は、 95年に、ワールドユースという、まあ今でいうアンダー20の世界大会に、があったんですけど、で、それに今僕、出る、まあチャンスをいただいて、そこの予選リーグでスペインと当たった時に、まあ、次元が違うと。結果は2対1で負けたんですけど、もう内容的にはもう7、3、8、2ぐらいのゲームだったので、 はい、もうそこに衝撃を覚えて、それからはもう、スペインの虜に。当時はね、あの、イタリアセリエアブームだったんですけど、僕はもうそこから、リーガーエスパニョーラの虜になりましたね。安永は、引退後、スペインで監督修行を目指したが、ハードルは高く。どこかで指揮を取りたいと思っていたところに舞い込んできたのが、障害者サッカーの一つ、CP サッカー日本代表監督の話だった。 引退した後に「心のプロジェクト」というサッカー協会がやってるプロジェクトの、まあ、仕事仲間から連絡をいただきまして脳性麻痺の CP サッカーの代表監督が空いてて探してるんだけど「興味はあるかい?」という電話がかかってきたのがきっかけで週末どこかのチームを持ってっていうようよなこともなかったのですごくいいチャンスでしたしいい機会をいただいたのでじゃあ僕でよければぜひやらせてくださいというところでスタートしました。 まひたむきさと一生懸命さっていうんですかねにまず心を打たれましたしまあ当然体に麻痺があるわけですから不自由な部分もあるんですけどそれをどうにか補おうとするその中でもどうボールに対してサッカーをプレーするんだっていうところを見てああ僕に何か彼らを変えることが少しでもこう役立つ部分が僕に出せればなっていうので。 まあもう初めやってからもすごく好きになりましたよね。脳性麻痺を持つ選手たちがプレーする CP サッカー、一般のサッカーとルールは違うのだろうか。CP サッカーのサイズは大人のフルピッチのまあ約半面なんですけど、のサイズを7人制でプレーをするのがまあ CP サッカーです。でキーパー一人、フィールドプレイヤー6人、でオフサイドはなしで。 で、まあ、麻痺があるのでスローインもあの上から両手では投げられないので、まあ、片手でボールを持って、まあ、ボーリングのように転がしても OK ですしっていうような形でやってますねでも基本的には、まあ、サッカーと何ら変わらないなっていうのが僕個人としては印象ですね。指導する際麻痺を抱える選手たちへのケアはもちろんだがだからといって安永は自らハードルを下げることはないという まあ僕も最初に彼らに言ったんですけど、すべてできるもんだと思って捉えて接すると。で、できなかったら自分で言ってこい。初めてそこで君たちがそこがじゃあできないんだねと捉えるから、言ってこないということはできると捉えるから、僕は普通通り自分がやりたいサッカーをみんなに提供して、それに取り組んでもらうっていう話をも事前にしたので、はい、僕はもうこう何かを彼らに対して気を使うとか、はい、そういうものは全くないですね。 かつて J リーガーとして活躍した安永。最初に在籍した横浜マリノスでは、1年目に J リーグ制覇を経験したが、マリノス時代、印象に残っている監督は。スペイン人の監督が3年目から来てくれたんですけど、アスカル・ゴロタという監督とアントニオ・デラクレスという監督、まあ、2人の方と一緒にやったんですけど、まあ、彼らの,その指導方法であったり、 考え方であったりというのは自分の中では喧嘩をしたこともあるんですけどすごく今となれば共感できることが多いですし、はい、勉強になったなという思いですねまあ全ては僕がアマちゃんだったんですけどまあ練習の苦しい部分はまあ適当にやってはいまあゲーム直前だけしっかりやってそれでゲームに出るということが自分の中である程度それで成り立ってたので 本当のプロフェッショナルを知るスペインから来た彼らにとってはそこが甘いと。そんなことない今まではそれでも良かったんだっていうような、まあンカの仕方をしたわけですけどね。プロとしてなってなかったなという感じですね。プロ3年目の97年、アスカルゴルタ監督と衝突した時、安永はスペイン2部リーグのチームに期限付きで移籍することになった。 まあ元々95年のワールドユースでスペインと戦った時から憧れはあったので、でまあそこにスペインの監督が97年の頭から来て、で3ヶ月ぐらいで監督と喧嘩して、お前はもういらないと言われたので、じゃあスペインに行かせてくれと。やってみろよと言われて、でまあスペインのまあ2部にテストをしに行って、でまあそこで1チーム目で合格することができたので、 まあ向こうでプレスする機会をチャンスをまあ掴むことができたっていうところなんですけどまだ J リーガーの海外移籍が盛んになる前に一人海を渡った安永言葉もままならない状態で2部とはいえスペインのチームで主力の座を勝ち取ったちょうど7月ってスペインの選手たちにとってはバケーション明けで体を作り始める時期 で、そこに僕は3ヶ月、まあ J リーグで戦って体ができてる状態で行ってるので、まあ最初僕の方がコンディションが明らかにいいんですよね。で、まあその中でのプレーで僕がキレキレでうまく見えたと。で、まあ契約をして。で、彼らのコンディションが上がってきた時に、あれこいつ大したことなくないって一時期になったんですけど、でもそこでまあ僕もプロになって初めて、もう一度こう自分を奮い立たして。で、それがまあ2ヶ月後ぐらいから出始めて、 で、まあ、ポジションをしっかりと取ることができて、ただまあ、その時はセンターフォワードではなく、右のサイドプレーヤーとしての出場の方が多かったんですけど、でもまあ、それなりの評価をいただいて、はい、すごくいいシーズンを送れたのかなっていう印象はあります。安永がスペインで感じた、日本のサッカーとの大きな差とは。あの、どんなサッカーでも負けたくないので。 試合前のちょっとしたゲームですら本気でやりますし、はい、そこのその勝ち負けに対するこだわり、本気度っていうのは、まあ日本にはないところですね。徹底的な勝負へのこだわり、スペインでの経験は、監督安永を支える大きなバックボーンとなっている。CP サッカー代表監督に就任した安永。最初の仕事は、 7月末から開催される世界選手権への切符をかけた予選大会。その代表メンバーを選ぶことだった。まあ僕のやりたいサッカーについてきてくれるであろうなという、はい、選手たちを、はい、選びました。今、CP サッカーの日本代表は13人いるんですね。で、今回に関しては30人の中から13人に絞らさせていただきました。 で、一次選考、二次選考をやりまして、13人を決定したんですけど、まあその選手構成というのが、まあ CP サッカーには、えー、麻痺の度合いによって、8、7、6、5と、まあ分かれてるんですけど、まあ8というのが体のどこかに麻痺のある方。で、7というのが半身麻痺の方。で、5、6は、 まあ、死に麻痺のある方なんですけど、まあ、その選手たちを7人制のゲームなので、8の人を1人、まあ、使っても OK。で、5と6の人から必ず1人使わなければいけない。で、7の人たちで、まあ、残りを構成するのが一番強いですよね。同じ7の人でも、半身麻痺の人でも、軽い人もいるので、 はい、そういう人たちは、あの、50メートルを6秒9で走ったりするので、まあ、そういう人たちがより多い国が強いという感じですね。CP サッカーでは、麻痺の程度によってプレイヤーが4つのクラスに分かれる。障害の軽い選手、重い選手を必ず入れてチームを編成しなければならず、監督としての手腕や戦略が問われる競技だ。軽い方と、 まあ思いい方方と両方いらっしゃるので、はい、その中でできることを、まあ、僕がポジションの中でどう役割を与えるかっていうところは重要になってくるのかなと思いますけどねそれぞれの選手の、まあ、本当にその障害の部分を監督がどう捉えてどうプラスに持っていくかっていうところだと思うので。 あとはその麻痺のあるのが右なのか左なのか、それによってピッチの右サイドに立たすのか、左サイドに立たすのかっていう、僕のその立たせ方次第で、要は反転の得意な方苦手な方があるので、はい、その辺の組み合わせも考えなければいけないっていうのは、すごく考えさせられるところですね。残念ながら、リオパラリンピックの出場を逃した日本。 さらに4年後の東京大会では競技種目から除外されることがすでに決まっている。安永は今後に向けてどんな展望を描いているのか。東京のパラリンピックからは、えー、CP サッカーは外れてます。はい。なので24年にもう一度パラリンピック種目として入るために CP サッカー界としてはやはりパラリンピックというまあ一つの 目標、夢の舞台が整ってるっていうのは大きなことだと思いますので、はい、そこを目指したいなと考えています安永監督の初陣は、7月末からデンマークで行われる世界選手権への切符をかけた予選大会。8つの出場枠をめぐり、13チームが4つの組に分かれて戦う。 来年のアルゼンチンで行われる世界大会があるんですけど、CP サッカーの。それの出場枠が16あるんですね。で、まず決まってる8が、今回のリオパラリンピックの出場国の8カ国。残りの8つの参加権を、出場権を、この夏に7月でデンマークで争います。あの、僕が CP サッカー監督としての初舞台です。 フィンランドデンマークカナダの順で戦うんですけどほぼほぼ互角だという話なので、まあ、フィンランンラド、デンマークでで決めたいです。2以上が上がれるのでぜひ頭2つではい選手には頑張ってもらって決勝トーナメントを目指せればいいなと思うんですけどね。予選突破はあくまでも通過点。 安永はさらにその先を見据えているまあ基本的に負けるのは僕は嫌いなので、はい、どの大会であろうとしっかりと上を目指していくという中でいくと、まあ、優勝したいなとメダルは取りたいなと考えています7月に関しては9、10の2日間でが最終合宿をやって26日からデンマークに行く感じになってます。 1一時選考二次選考2次選考5月を経て13人に絞って6月の合宿からはい13人でやってます今年四4月元サッカー日本代表の北澤剛会長のもと障害者サッカー7団体を総括する日本障害者サッカー連盟が発足 CP サッカー日本代表もゆくゆくは健常の日本代表と同じ サムライブルーのユニフォームを着る可能性が開けたまあドイツであったりイングランドであったりっていうところはサッカー協会の傘下に入ったことによって同じユニフォームを着てどん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 強くなっていったで日本もじゃあ同じようにやはりその障害者サッカーが日本代表と同じヤタガラスを着てっていうところがまあ一つ最終的にはみんなの目標の場所であったり憧れの舞台でユニフォームで。 あればいいかなとは思ってたところなのでまあそれを進める上での第一歩になったと思いますし北沢さんがはい先頭に立って動いてもらえるのであればいろんなことがいい方向に進むのではないかなとは感じています障害者サッカー普及に向けて安永は北沢会長とも意見を交わしている まあ本当にその障害者スポーツをみんなにより近くに感じてもらうじゃないんですけど全7種目が集まって同じようなところでサッカーをやってるところにイベントとしてなんか大きなのを一つその障害者健常者含めてみんなで体験してみたりとかはいそういうまあいろいろなものを一緒にできればなっていうのは話してはいるんですけど 安永にはこれまでサッカー生活を支えてくれた大好きな曲がある僕は選手時代好きで割と長いこと聴いてたのは永井真理子の「23歳」っていう曲ですかね <laughs> あのもう中学校からずっと好きででプロになってからもうもう本当にその曲を聴くぐらいだったので サッカーうまくいかない時になんかプワッと聴いてなんか前向きになれたような気がするんですよねまあ試合前とか意外とよく聴いてた曲ですね安永は CFE サッカー代表監督以外に日本サッカー協会が進める JFA 心のプロジェクトの活動にも取り組んでいる JFA 心のプロジェクトというもので まあ全国の小学校の5年生と中学校2年生を対象に賛同していただいた自治体さんと一緒に活動させていただいているんですね。でまあ内容としてはまあいろいろなジャンルで何かを達成された方にまあ子たちと夢について話していただく授業です。僕は基本的には他の先生方がやるアシスタントをさせていただいてます。 指導者としてさまざまな経験を重ねている安永そんな彼にはいつも心がけている言葉がある僕の好きな言葉でモットーとしてのずら積みというものがありまして、まあ、これはあのお城のお堀の、まあ、大きく分けて二つのずら積みというのと切り込みはぎという二つに分かれているんですけど、まあ、その中ののずら積みというのはそのある石の大きさを いいところといいところをこうつなぎ合わせてお堀としてこう組み上げていく。で、切り込みはぎというのは全ての形をきれいに統一に整えて、見た目重視で整えて並べていく。で、僕は監督をやる上で、まあ、おののの良さをつなぎ合わせながら石垣として組み上げていければなというので、まあ、その中でいくとこの障害者サッカー、CP サッカーの日本代表監督として、えー、携わったというのは、 当然ながらできることできないことっていうのはあるので、はい、その部分をどのようにつなぎ合わしていくのか、どのように組み立てながら、自分が目指すべき方向に積んでいけるかっていうところの本当にいい勉強になるなと思ってますので、はい、すごくいい機会をいただいたので、活躍できればなと思ってます。改めて、安永にとってシーーサッカーの魅力とは。できることと できないことがはっきりしてるので、僕が捨てれないものは選手も捨てれないと思ってます。なので僕が積極的に捨ててあげることによって、彼らは一度捨てたところから前向きに取り組めるのではないかなと思っているので、はい、僕は彼らがする決断を手助けしてあげる。で、彼らは決断した思い切ったプレーで見ているものに応援してもらえるような うん、そんな一人の選手になるようなところがすごく魅力なんじゃないかなと思います。